2022年明けましておめでとうございます。三菱重工マラソン部の井上博人です。そしてこちらが、皆さんこんにちは、三菱重工マラソン部の吉岡亮人です。翔太君は折り紙はできるんですかね。いや、折り紙はできないです。仮に何が、今回自分は、イラストを描いてくださいということで呼ばれました。イラスト、はい、描けるの？ぼちぼち描けますではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。吉岡は、はい、栗原とかと遊びに行かないの？そうですね、休みの日誰かと出かけたりはないですね。あれ、なんか無印行くとか言ってなかった？あ、行ってないです結局栗原かわいそうに、どうにかして吉岡と出かけたいって言ってたよ。本当ですか？うん、初めて聞いたんです。本当に？ちょっと今から呼んでみる。栗原ですか？うん、多分でも来るんじゃないですか、栗原なんで。あ、もしもし、今暇？あの3棟の図書室にちょっと来て。場所わかる？あ、うん、よろしく、またね。はいはい。本当になんか紙の端っこの方に落書き程度に書く感じなんで、学校の授業中に暇な時に。そうです、そうです。書く感じか。はい、イラスト自分オリジナルのイラストをあまり書かないので、あ、なんか本当になんか気が向いた時にちょろっと書くぐらいで、あ、こういうところで書かないので。お、どうした？お疲れ様です。どうしたですか？どうした？いや、なんか栗原が吉岡と出かけたいって話をしてたねって話してて、吉岡が栗原に会いたくなったって言ったからちょっといろいろ話が、呼んでみたんやけど。どうぞ。栗原ってとかってなんか趣味ないの？趣味ですか？うん、よく女の子と遊んだりしてるらしいけど。全然です。そう、はい、あ、言っちゃいけなかったよ。あれ、昨日はどこ行ってた？夜。夜？昨日夜、なんか抜け出してたけど。抜け出してた。一緒にご飯行っただけや。マラソンも呼んできました。あ、そうなん、はい、お、ちなみに絵心ある？全くないです頑張って3日前ぐらいに教えてほしかったです自分、絵は高校の時に、自分双子なんですけど。え、そうなの？あ、そうです。男と女の双子で、片割れが絵が上手くて、まあ、双子だったら自分も描けるだろうと思って、まあ、その時は模写だったんですけど、そこから描くようになりました。吉岡が絵を描き始めたきっかけより、俺、吉岡が双子だってことを今知ったなんか中学校の友達からも LINE が来て、ああ、見てくれてるんだなっていうのは思ってましたね。あまり写真とか好きじゃないんで、こういう動画とかも苦手なんですけど、見てくれて、なんか応援してくださる方がいるなら撮影頑張ろうかなと思います。じゃあ写真も残してこうぜ。プライベートですか？うん、絶対残さないですどういうポリシープライベートでカメラを向けられたら、そのカメラの保証できないですね、自分。ちょっとやっぱ吉岡さん怖いな。いい、優しいです自分、優しいです自分。いや、どう栗原、近いうちに自分がん写真を収めます人の嫌がることはするべきではないと思うんですよね。この状況でよく言えたな、社会人ならなおさえこの状況でよく言えたな競技面では 5000m でもう自己ベストを更新できたりっていうので、すごい充実した1年間でした。競技以外 の、 その生活面だったりっていうのでは、入るまでめちゃめちゃ井上さんにビビってたんですけどなんで
なんかもう井上さんすごい厳しいぞみたいなのをいろんな人からも聞かされてめちゃめちゃビビってたんですけど、え、優しかったって。はい、優しかったです。そうね、今日も電話もらえるぐらいですか。はい、いつもさんです。そうやろ。はい、え、もう終わった？色塗りの下書きはやば、俺まだ半分ぐらいしか終わってないんだけど、ちょっと思ったより俺時間かかってる。対策、フクロウですかね、最近折ったので言えば。何日ぐらい？どんくらいだろう、まあ2、3日はかけて折ったと思います。今、江島の部屋に飾られてます。江島さんの部屋に。はい、そうですね、なんか、まあ、吉岡の場合だと、まあ、かなり冷静にクレバーに走るなって感じがして、まあどういう状況においても自分の力はしっかり発揮するような選手なのかなっていうのは思います。まあ、栗原の走りについてはまだその練習に対してちょっといっぱいいっぱいになってる部分もありはするんですけど、まあ、スパートの能力とかは部内でもかなり上の方というかいいものは持ってると思いますし、まあ真面目な話やぞ今。めっちゃ俺いい話してたのに、なんで笑ったの？自分の絵のセンスのなさに。そこ？できた。うさぎです。現段階はここまで書きました。もうすげえ色塗りがちゃんと塗れてなくて濃淡をつけていくのがまだまだできてないんですけど、一度完成ということで。さくらさん、この次に読めて本気すぎに。見ての通りトラです。見ての通りトラです。にゃんちゅう。違うんすよ、トラです。トラ？トラです。トラだね。栗原がそう思うんだろ。トラだ。よく頑張った。ありがとうございます。自信作です。自信作です。後で何か買ってやるから。元気出せよ。打ち込んでないっすよ。今年の抱負は 5000m、 1万m、 ハーフマラソン、去年以上に大きな自己ベストを更新して1年間頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。今年は5000、1万、ハーフの3種目でしっかり自己ベストを更新できるように頑張りたいと思います。まあ、今年は寅年なんですけど、今日折ったウサギのようにダットのごとく駆け抜けていけるように頑張っていきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。